尾崎チャンネルジョ !SMBC 日本シリーズ2022初戦ヤクルト対オリックス5対3でヤクルトの一勝、えー、形になりましたけどもまさかの山本を、ね、出して初戦敗戦オリックスこれは痛いっていうねあと山本がね、えー、結果がらると5回途中ねちょっとなんか 脇腹が釣って交代っていうね。まあ、そんなにね、あの大きな影響が、まあ、ずっとベンチにいたからね、そんな重症じゃないかなっていうね、ところはあると思うけども、結果以下によっては、最後ね、だから第6戦投げれないってなると、ちょっと。 痛いなっていうね、えー、感じはあるけども、まあ、どうなるのかっていうところはね、えー、注目どころですけども、なんといっても、また打線爆発のね、ヤクルトが先勝っていうところで、サズザキのね、総チェック、振り返っていきましょう。これは勝手なね、サズザキの戦前の予想では、ロースコア、まあ、3対1ぐらいで、オリックスが勝つんじゃないのかなってね、 思ってましたけども、まあ、昨年はね、えー、最終回にマグガフはね、アダム・ジョーンズからスリーランを打たれて逆転負けっていうね、えー、ところの開幕戦にね、えー、なりましたけども、ね、えー、今年はヤン山トが投げてね、そこでね、ヤえー、山トを打ち崩すっていうね、ヤクルトの、えー、打線っていうね、えー、ところになりましたけども、まあ、結果から言うとね、ヤクルト4回、ヤえー、山トはね、4回、64球4 4三振1、19、4進点と、まあ、別に全体的にそんな悪くは、 感じなかったけどね。その脇腹の状態が最初から若干の違和感あったのか、いきなり突発性に来たのか、ちょっとそこまではわからないけどもね。実際ね、打たれたのは、塩見とオスナだけだからね。そういったところでは、まあ、ちょっと攻められないっていうね、ところはあるけども。で、ヤクルトのね、先発岡は5回98球、えー、6アンダー13進39、1デッドボール2失点と。まあ状態はね、そんな良くなかったと思うけど、よくね、5回を2失点でまとめたなっていうところもあるし、あの、ストライクかね、 先行できなかった。特にチェンジアップフォーク、変化球でカウントを取れない。そして低めの方向をね、折り崩す打線が振ってくれないっていうところでは、非常にカウント的にも、えー、苦しい状況になったっていうところの中でね、まあ2失点は、えー、まあまあ順調に良かったかなと思います。でね、そこから振り返っていきましょう。ね、えー、初回はね、福田胸中川とね、三者問題で抑えるけども、17球ね、 えー、岡田としては投げたっていうところと、福田にもね、2ボールから,だからツー。この福田のね、2ボールからね、3球目打ちに行ってもよかったんちゃうかっていうね。だから全体的にオリックスはね、この試合、ボール先行でバッティングカウントになってんのに、その甘い球をね、打ち損じるっていうところがね、結構目だった。そこでね、ポーンと出なかったことによっての、やっぱり、こう、得点をね、取れる時に取れなかったっていうところも、ちょっと打ち損じ目だったね。 で、2番胸ね、2ーボール1ストライクから甘いともね、ファーの打って、これしとめたかったね。で、最後ライトフライ。これはちょっと詰まってたね。で、3番中川も、えー、3ーボール2ストライクから粘りながらね、まあ最後はショートゴロっていう形でね、まあ川はなんとかね、立ち上がりっていうね、えー、ヤクルトさん、その福田のね、先頭っていうところは出たかったなと。逆に1回の裏ね、ヤクルトは、塩見がね、初球を、 思いっきりレフト前ヒットっていうね、えー。ところでこれナイスバッティングだけども、若干あれざわざわ初級ヒットあれヤクルト打線いいのみたいなね。若干ちょっとざわっていうね、雰囲気になりましたけども、このね、2番山崎光太郎三振。でもこの三振の時にね、シューミがね、盗塁成功。これはね、日刊スポーツでサズエがね、評論で書いた、クライマックシリーズ、オリックス対ソフトバンク、山本を崩すための里崎指数は、盗塁、山本若月のバッテリーは、今年、 当塁の殺崎指数が低くて、そこがね。 走れるかどうかがポイントって言ったところでね、まオリックスは足の速いランナーが出なかったっていうところもあるけども、ここはね、ヤクルト。このさすがに地数通りにね、要日の盗塁っていうところはね、大きかったみたいなのかなと。しかもきっちりね、走って。あれね、まあ、ラインドヒットみたいな形になったから、あの、ショートの紅林がね、若干止まってね、ワンテンポセカンドベースに入るのが遅くて、ちょっと走り取りしたのがね、ちょっと気になる。あれはちゃんと言っとけば、ひょっとしたらアウトになったかもっていうね、わかんないよ。かもっていうところはあるけども、若干取り方がね、俺的には気に入らない。 でもその後、山田はね、三振。山田ね、一日ストレートのタイミングが合わない。だからね、低めのフォーク止まんないっていうところでね、もう全くタイミング合わなかったね。で、ツーアウト二塁になって、これね、村上どうすんのかなと思ったらね、初級、インコースのストレート、まあ、際というところで、ね、ボール。で、次はね、外からのカーブでボール。で、もう一回カーブ、ボール。で、最後のね、通信向けホーク系、ボールになって、ストレートのフォアボール。 もうほんとね、村上と吉田、まあね、打たれちゃいけないからあれだけど、初球から、初回からね、警戒すぎちゃうかっていうね、全体的に。まだね、初戦だからね、そういったところもね、いろいろやりながらっていうところはあるけどもね、ちょっとフォアボール、まあこれは使うんだから仕方ないかなっていうところはあるけどもね。で、その後オスラの時にね、ワンボールワンストライクからカーブが高めに浮いてね、低めにね、 村上の時みたいに言っときゃよかったけど、ちょっと肩口から高めに浮いて、それをね、引っ張って、打球は大したことなかったよ。でも三塁線行ってね、このベースのね、角にあれもね、当たったね。審判ファールって言いそうなったけど、こう、鋭角にね、曲がったから、あのバウンドはね、当たらなきゃあのバウンドにならないね。 あの、もう角、もうこの紙一重、このね、これぐらいの紙一重の中でね、あれがヒットかファールになるか大きかったね。で、2アウト一塁からオスナのね、三塁線抜けるタイムリーヒットで。で、またこれファーストから村上一気にホームイン、グッと。この、総理、大きかったね。あの、2点、取って。いやー、もう嫌な流れ、このまま行くのかと思ったら、2回表、先頭吉田フォアボール。だからこの、 村上吉田のフォアボールっていうところがね、このシリーズかなり大きなウェイトを占めそうな流れとなると5番がね、どこまで打つかっていうところで杉本はね、ライトフライ。 ここでね、西野が、ワンボールから、甘いところをね、しっかり引っ張り込んで、ライトマイット。これがね、できたら大きかったのよ。で、その後ね、若槻このね、若槻の打席にね、外ばっかり。外、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 外でね、5球続けて、スリーボール、ツーストライクになるのよ。で、俺ね、テレビ見ながら、今日プロ野球ニュースだったからね、テレビ見ながら、ここで、インコース行ったら絶対詰まるやんなぁと。でも、スリーボール、ツーストライク、ワン、 アウト1、2類。今日請求定まってない小川。サイン出しづらいなぁ。フォアボールあるなぁと思ったら、中村がコースまえて、おこの配球いいんちゃうかと思ったらね、若槻が。物の見事に引っ張るっていう。だからこれは別にね、文句言ってるわけじゃないけど、若槻がそんな頭使って打席に入ってないのかもわかんないね。あそこまで来るとは、追っつけていこうってね、思うと思うね。普通は。でも、引っ張りに行ったからね。 っていうことは、そこまで考えてなかったのかなっていうね、ちょっと中村が考えすぎたかなっていうね、配球的には悪くなかったと思うけど、あれを若杉が仕留めたのはね、さすがっていうね。で、満塁になって、で、クバイしね、今度はアウトコース、ちょっと若干高かったけどね、コースきっちり来てるところをね、ワンボールワンスライクから、あライト前のヒットってコンパクトでね、あのバッティングが良かったし、で、その後山本ね、初級のフルスイングすごかったね。で、2球目も打ちに行って、最後ね、 若干あたりに言ってたけど、あれ当てなくてよかったね。最悪ダブルプレイになるからね。まあ、ここは三振 OK と。で、福田でね、押し出しフォアボール。途中でね。 セーフティーの構えしてきて、ロッテ戦でもね、ツーアウトからやってきたから、ひょっとしたらあるかもっていうところがあるからね。で、結局フォアボール。ここもね、やっぱ小川が、やっぱ制球力、変化球の特に制球力が悪かったで。初回からね、若干飛ばしてるかなっていうね、もう5回でいいっていうね、気持ちでね、ちょっと全力で投げてね、球が抜けてたっていうところもあるけども、変化球の請球が悪かったのはね、ちょっと苦しかった。で、ここフォアボール。えー、2番、ね、胸、ツーアウト満塁、同点になって。で、ここはね、 簡単にツースト二球目のね、インコースのカットボール。あれファールしてくれたらでかかったね。あれ見逃されたらひょっとしたボールだったかもわかんない。で、最後はね、ショートフライ。寄し添って。まあ、なんとか同点。だから今日のね、ヤクルトの勝因はね、逆転させなかった。ここはね、非常に大きかったポイントだと思います。二対二になって、三回の裏ね、なんと塩見が、ワンボール、ツーストライクから、なんとホームラン。しかも変化球、変化球、変化球って言って、最後インコース、若干甘くなったけど、完璧にね、コンパクトに乗ーて体が反応しましたっていうね、素晴らしい。 あれもだから積むらすか、もしくはファール打たして最後外に行こうと思ったんだと思うんだよね。だからあのインコース使いね、気持ちはかる。変化球変化球で言ってね、外一辺倒になるわけでもいかないから、一番うちインコース行きやすいカウントでね、これはもう塩見打った方を褒めるしかないね。 で、ここ1点。4回の裏にも、オセナがね、初級カットボールが高めに浮いてね、抑えが効かないで、でもファールなんないで、あの高めをホームラン打ってね、もう完全に、クライマックスシリーズの阪神戦見てるように、結果ね、で、8回にも村上がね、ホームラン打って、ここもね、ヒナのね、3ーボール、2ストライクのあのカウントにしたのがまずかったよ。で、しかも最後ね、本人届きないかもわかんないけども、ストライク取りに行ったように見えた。ストライクゾーンにフォーク。そら見逃してくれないよ。その前の、あのライトフライも変化球ね、 いい感じで打ってただけに変化球の方がタイミング合ってんのよっていうところもね、この一発もったいなかった。なぜなら、8回の表によ、ピッチャー清水がマウンドに上がって、ね、西野、ね、レフト前ヒット打って、ノーアウト一時から若槻バンドなの見てるとき、え ?8 回のにバンド ?2 点差だよってね、思ったけども、まあその後ね、あの、2アウトいるから T 岡田ね、代打で初球ね、バット先っぽいセンター前ね、タイムリーで1点取るんだけども、打順も考えるとね、9回に、 吉田まで回るぞと。吉田まで回せば、1点差ならマグガフからね、点取れるっていうね、降参がひょっとしたらあったかもわかんない。その中でこの8回の裏の村上のホームランっていうのはベンチとしてもオリックス53だったね。逆にオリックスはそのね、1点差にしたところを2点差に返すっていうのが非常に大きなホームランだったし、9回ね、ワンナウトから中川ね、ヒット吉田フォアボールでワンナウト1塁、塁まさかの去年同様アダム・ジョーンズの再来かっていうところでね、杉本三振。で、東宮も三振。 ゲームセット5台3両チーム10アンダーって打ちながらね 両チーム打ち合いだっったたけけどどももねね結果ね、えー、5対3で、えー、ヤクルトの勝利になったけどもやっぱりね、あの、これはもうみんなが言っててね、一番キーポイントになるんだけども、5番だね、村上の後、吉田の後っていうところがポイントになる中で、今日はね、オスナが3打数3安打3打点、1ホーマーっていうね、活躍で。逆にオリックスはね、杉本はね、4打数ノーヒットっていうところの、ここのね差が出た。だから明日以降も、ここがやっぱり5番がね、大事になってくると思う。ヤクルトは完璧に、もう阪神のクライマックスシーズンと一緒、オスナ、 塩見そろで村上そろっていうねこの3発のホームランできっちりね4点取ってもう大きく勝ちオリックスはね 中川のスリーベース、サンタラがね、照明入って、揃わしてね、スリーベースになったけども、あれがなければね、全部単打。チャンスになっても、押し出しとかあるけども、逆転できない。もう一本出ないっていうね、甘いところミスショットっていうところが逆に触れたしで、このね、杉本はね、中村も含めてね、スコーラー含めて、ヤクルトはね、しっかり勉強してね、あの、リサーチしたっていうところは大きかった。やっぱりね、このクライマックスシリーズから杉本はね、早いカウント、自分のバッティングカウントっていうのは結構強心して引っ張ってくるけども、追い込まれたらね、反対方向にコン にに打っっててくるるいうとか如実に出るんだよねねここ最近は、ね、だからそれがね、逆に良かったのがクライマックシリーズね。あのソフトバンク戦でも満塁でね、追い込まれてから反対方向、反対方向で粘って押し出し、ね、ライト前のタイムリー。 で、若いカウントでは引っ張ってホームランっていうね、いいところが出たんだけども、ヤクルトはね、バッテリーともよく勉強してきただね。だから、田口の時もね、ツーアウト一塁からだったけどもね、あの、変化球、変化球、変化球で、外すらとか、チェンジアップ、外すらとかでね、え、スリーボール、ツーストライク、カウントを整えて、それまではね、若干杉本も引っ張ってきてたと。でね、スリーボール、ツーストライクからこれは投げた。田口も見事よ、あれを一発でね、投げ切るっていうね、あのインコースの見逃しストレートっていうのは完璧だったし、マグガフの時もね、外、外、外で行ってフルスイング してて追い込んだら今度インコースでねコンパクトに振ってくるところをストトレーでで差し込ん振、ね、振り遅れの三振っていうねだからここら辺のね、ヤクルトバッテリーもね、この杉本に対して非常にね、いい形で研究してて、その通りになった。だから明日からね、杉本ね、ここどうするかでね、今日を見て、早いカウントでも外しか来ないからライトでホームランを使った地で振り込んでいくのかっていうところはね、ちょっと考えていかないと、ここはね、面白いようにヤクルトにやられちゃうと、このシリーズどう見ても5番対決なんだよ。 吉田の後、村上の後、どこまで打つかが勝負になってくる中で、もう今はね、ヤクルトは、もうクライマックシリーズンの阪神戦同様、オしナがね、絶好調で乗り込んでいったら明日どうなるのか、吉田の後、ね、しっかり打たないとまた吉田フォアボールに出されるっていうね、このフォアボール合戦の中での5番打者っていうところはね、明日キーポイントになるから、そういったところがね、どういうバッティングするのかっていうところは注目どころだね。で、なんといってもね、今日、まあオリックスの中で光ったのは、やっぱ日がね、緊急登板してからもしっかりね、抑えて、で、その後のホンダね、あのストレート3体目の 見事ね、まっすぐも早かったし、今後もね、非常にいい形のね、リリーフできるんです。 じゃないのかなと。ま、あ平野はね、若干ちょっと打たれたけども、ま、あここら辺は再整備しながらね、しっかり行きたいと。だからま、あこういったところではね、ま、あ全体の総括で言うと、ヤクルトはね、もうクライマックスシリーズ同様のいい働きができた。逆にオリックスはね、ちょっと山本が打たれたっていうところはね、誤算だったかなと。で、ヤクルト目線からすると、初戦でエース山本を崩したぞと。このまま4連勝で行くぞっていういい流れができたし、オリックス目線から言うと、昨年はね、初戦、山本でね、最後アダム・ジョーンズのホームランで勝って、初戦勝った。その代わり、日本シリーズは、まあ た今年はね、初戦負けた。去年から流れを変えたっていうところでは、この負けがいい流れになるのかっていうところはね、まあ一つのジョイントとして頑張れるかどうかポイントはね。で、明日サイスニードと山崎幸也ね、先発になるけども、これな、2戦目なんで山崎幸也かってね、思う人いるかもわかんないけど、これは俺の勝手な分析だけどもね。まあ山崎サチはまずね、バッティングがいい。だからこの人宮でピッチャーが打席に立たなきゃいけないところを立たせるっていうね。で、あと、宮城。 田島っていうピッチャーはやっぱり長いイニングを投げるっていう多分計算あると思うんだよね。で、そうなってくるとセリーク球場で打席にさせるとやっぱ代打出さなきゃいけないから長いイニング投げたくても投げさせられない可能性がある。 その中で、バッティングは山崎幸也の方が期待できる。山崎幸也、山崎総一郎。この、ダブル先発をもとに、ひょっとしたら、もうすぐ打席に回ってきたら、まあ早すぎたら変えないけどね。もうちょっとか、打席にもし2打席目が4打席回ってきたとかね。早めにもう代打で交代させて、どんどんピッチャーをね、交代させていくっていう流れかもしれない。だから、この山崎、山崎をこのダブル。 幸や総一郎をねそこをも考えてピッチャーっていうところから打席に立たなきゃいけないところを代打も含めて考えたこ企業ではないかなと。 思います。ヤクルト最初にいいと。まあ、ここら辺はね、順当かなっていうね。あと、まあ、ま、あ高橋刑事かっていうところもなってくるからね。まあ、ここら辺はね、まあ、順当かなと。まあ、明日どうなってくるのか。まあ、やっぱ先制点ね、えー、大事になってくるし。やっぱオリックスはね、一発っていうホームランがね、欲しい。投手陣で言うとね、オリックスやっぱりいや、村上も勝負していかないとね、オッサーに打たれた終わりだからね、そういった面でもそれをね、どうここからね、ミーティングしてやり、ね、明日どう攻めていくのかっていうところも大事だし。ヤクルトはね、 ま、これも5番、しっかり抑えていくっていうところはね、大事になってくる。逆にオリックスは5番打つからね。えー、ま、塩見はね、いい形でいってるんで、今年こそ MVP ね、後輩と一緒は頑張ってもらいたいっていうところもあるし、え杉本はね、え同居の後輩だから、やっぱりね、頑張ってもらいたいっていうところもあります。さあ、明日ね、2戦目、どうなっていくのか、サ々ザキの総チェックも続きますので、ぜひ、見てください。というね、ということで、え日本シリーズ、初戦はね、5対3、ヤクルトの勝利、1勝戦勝、さあ、 日本史術ね、どうなるのか皆さんね、楽しんでいきましょう。